6000人の耳に懐かしいアナウンスが響いた。原辰徳、15年のプロ野球現役生活を今終えようとしています。15年前の冬の日、若者は輝いて誇らしげだった。憧れの巨人軍に入れないわけはないと信じ込んでいました。初ヒットの欲しい原、大きな時代の変わり目の中、彼はやってきた。世界の王が現役を引退し、長嶋が6年間の監督の座を退く、そんな重苦しい空気の中、それは願ってもないヒーローの誕生だった。少年は背番号3に憧れ、ジャイアンツのユニフォームを着ることが夢だった。親子高と言われた高校時代、親子の情を挟まないために父はチームメイトを一発殴るとき、息子を三発殴った。それでも原は明るく、日の光を浴びた甲子園のアイドルだった。そして神宮へ。少年の頃の夢はどうしようもなく大きく広がっていく。大好きな野球をして、大好きなジャイアンツにいつの日か入りたい。それは人々が抱いてきたクラシックなジャイアンツの4番のイメージそのものだった。でも時代はそんなイメージよりももっと強い個性により多くの拍手を送るようになってきていた。何か物足りない。しかし若者は聖域の中で輝くことに夢中だった。僕は今巨人の4番を打っているんだ。この年、広島との熾烈な優勝争いの中、原はどん底にいた。バットは湿り、勝てない原因の全てが4番に集中した。9回マウンドには今は亡き津田。力と力の勝負、7球目、その瞬間、運命の大きな分かれ目だった。苦痛に顔を歪めた原がうずくまる。左手有効骨骨折、これが原の野球を変えてしまうことになる。ファールを打って骨折、その日弱さに非難が集中。この年ジャイアンツは優勝を逃す。傷は治っても両手のひらで深くバットを握る彼のグリップは戻ってこなかった。バッターにとってグリップは命です。でももう痛くて打てなくなっていました。左手を軽く握って打つしかなくなっていたんです。原は本来のグリップを封印した。翌年復活した原はもう以前の原ではなかった。ホームランの数は骨折した年に記録した36本をついに超えることはなかった。封印された長距離打者のグリップ、ホームランの誘惑に負けて元のグリップに戻せば、巨人の4番としての役割も自分自身の選手生命も吹き飛んでしまう。非難と酷評、聖域の中で巨人の4番の誰にも言えない苦悩が続く。骨折した後のバッティングはファンの方には申し訳ないけれど、はっきり言ってごまかしでした。今年の開幕戦、先発メンバーに原辰徳の名前はなかった。かつての4番バッターには出番すらもなかった。ベンチから野球を見るなんて頭の片隅にもなかった。元気だったから余計つらかった。気持ちの張りを失いかける日々。でも弱音や愚痴をこぼさなかったのはファンに夢を与え続けた男の心意気だった。そんな原が8月になってぽつりと言った。母さん、僕はもう巨人に必要ないと分かったよ。野球選手としての死を覚悟した男はある決意をする。元のグリップでやってみよう。
壊れても強く握りしめて打ってみよう。封印は解かれた。この日原は久しぶりに試合に出た。自分というものは今ないと思うんですよね。本当にたまに出ても、まあ、これだけのお客さんがね、まあ、声援を送ってくれて、そして大歓声の中、その日はやってきた。それはまるで一つの時代が終わってしまうことを惜しむかのような強烈な熱狂だった。現役最後のバッターボックス、打ち上げた、レフト、巨人の4番を1066試合務めた男はこう言ってバットを置いた。小さい頃、野球選手になりたい、ジャイアンツに入りたい、その夢を持って頑張りました。そして今日、その夢は終わります。常に日の光を浴びて、そして常に聖域の中でもがき続けた男。来年の春、いつものように長いペナントレースが幕を開ける。でもその時、このアナウンスはもう聞こえない。非常にいい VTR でしたね。あの試合っていうか、原さんにはもう憧れて僕も野球を始めたんですけども、あの試合に限っては本当スタンド、原さんが、ネクストバッターサークルから、打席に向かう時までフラッシュがずっとたかれっぱなしで、すごいなっていうよりも守っててお疲れ様でしたっていう感覚で、僕は今23ですから、ちょうどやっぱり長嶋選手の長嶋さんの現役を僕はやっぱ知らないんですよね。ああ、そうですかね。巨人の4番っていうとやっぱり原選手しかやっぱり僕の頭の中ないんでね。斉藤さんはね、一緒に現役を現役なさってて、手のことってのはご存知だったんですか？いや、知らなかったですね。みんなに言わないんだ。言わないですね。そういうところはね。隠してますよね。そうですね。骨折を隠して自分でも騙して、で巨人の4番を背負ってって、これは大変だったろうね。さあ、それではですね、原選手からですね、ちょっとメッセージが今届いてるんで、ちょっとご覧ください。どうぞ。10月8日、本当に皆さんの温かい声援、拍手、その気持ちというものを忘れないで、今後は頑張って生きていきたいと思います。自分で夢の続きというものをしっかり心の中に植え付けてますから、その夢にも向かって、頑張ってきます。どうもありがとうございました。ここまではパラマウントベッド、リコー、マクドナルド、三共株式会社、 NTT ドコモグループ、サントリー、日本リーバの提供でお送りしました。